定期旅客の需要がない航空業界はコロナの影響でかなり打撃を受けているみたいですね。皆さんおはようございます。パクセルンです。ここは千葉県成田市成田国際空港の第一ターミナル。さっき成田空港まで成田エクスプレスで着いたところなんですが、今から折り返します。ここが JR 線の改札で、成田空港にはもう一つ京成線も乗り入れてきているんですが、こちらが京成の入り口、京成が誇るスカイライナーのピクトグラムが描かれています。で、今回は、京成のスカイライナーにも、それから成田エクスプレスにも乗るわけではありません。ついでに言うと、快速電車にも乗りません。この成田空港に特別料金なしで来るには、京成線のアクセス特急とか、それから京成本線の特急とか、まあいろいろあるんですけれど、JR の場合だと、グリーン車を連結した快速電車で来るのが、まあ普通だと思います。しかし、今回はそれのどれにも乗りません。これは成田エクスプレスの時刻表ですが、成田エクスプレスは当面の間、海外渡航需要減少等により大幅に本数を減らしています。8時50分の次は17時17分になっていますが、これ一番上、普通8両編成、千葉行きというのがあるんですね。8時38分発。今回はこれのご紹介をしたいと思います。通常であれば、この成田空港には快速電車しかやってこないんですが、朝と夕方、それから夜に1往復ずつ、8両編成の各駅電車がやってくることになってるんですね。また、基本的には、この快速電車も成田エクスプレスもグリーン車の連結がありますので、グリーン車を連結していない JR の列車が成田空港に入ってくるというのは極めて珍しいことです。1日に3往復しかありません。2021年3月19日金曜日に成田空港は開業30周年を迎えました。おめでとうございます。というわけで、今回は開業30周年を迎えた成田空港から千葉まで、このグリーン車を連結しない各駅停車に乗っていきたいと思います。よろしくお願いします。成田空港の JR 線のホームは1番線と2番線の一面2線です。2番線には成田エクスプレス E259 系の回送列車が止まっていますが、1番線はもうすでに間もなく電車が参りますと、接近放送が鳴っています。成田空港には基本特急か快速しかやってこないので、各駅停車という表示は極めて珍しいものです。1日に3回しか見ることができません。そしてやってきましたね。こちらが今回乗車する8時38分発、成田線各駅停車の千葉行きです。JR 東日本の209系が使われています。もともと京浜東北線で使っていたものをこの千葉に持ってきたんですね。この千葉ではもうそこら辺で普通に走っているんですが、もう昔はね、ずっともう千葉に行けば大体こいつがどこでも走っているっていう状況だったんですけれど、この3月のダイヤ改正から新しく E131 系というのが導入をされまして、そしてこの209系の運用範囲が少し狭くなってしまいました。それでもまだ成田空港への乗り入れはこの209系が担当しています。いつも快速と特急ばかり表示しているこの発車表に各駅停車っていう文字が踊っているのは、これはすごい違和感がありますよね。また成田空港には、いつだったかな、去年のうちからもう使われてたと思うんですけど、このように JR 西日本でありがちなロープ式のホームドアというのが設置はされていまして、いや、これとね、209系が同じ価格に収まっているというのも、また非常に違和感があるものです。このロープ式のホーム柵は JR 西日本管内だと大阪や三宮で導入例がありますが、ただ JR 東日本では八高線の拝島駅に実験で取り付けられたのが最初で最後という感じで、この成田空港、それから隣の空港第2ビルに取り付けられたのが、それぞれ JR 東日本管内での2例目及び3例目になっています。209系の車内はこんな感じ。ドア上には LED が付けられていて、また4両編成と6両編成がこの209系にはあるんですが、それぞれ両方の先頭車のみこのようなセミクロスシートになっています。ボックスシートが付いていて、それからご丁寧にドリンクホルダーのようなものも窓側にだけ設置されています。ただこれは両先頭車のみこのようなスタイルになっているんですが、ただ向こう側、中間車については普通の京浜東北線時代から何ら変わらないようなロングシートが付けられています。またトイレもこの中間車にあります。向こうトイレがちょっとあるのわかりますかね、奥の方。今なんか作業員さんがあれ消毒作業をやってるんですけど、こんな感じで普通の京浜東北、トイレさえなければ普通の京浜東北線の様子を呈しているわけです。車内はね。向こうが普通の閉まっている状態のこの昇降式ロープ柵っていうんですかね。この JR 西日本でよくあるようなやつですけれど、向こうからやってきたのは、あれは成田エクスプレス。当駅止まりで折り返し、さっきね8時50分発の成田エクスプレスがどうこうっていう話をしましたけれど、その成田エクスプレスがあれです。隣、京成線の、あれは京成本線のホームだと思うんですけど、京成本線の方は普通のどこにでもあるようなありきたりのホームドアを採用しているんですが、ただ JR の場合は、この成田エクスプレス、それから E217 系、E235 系、そして209系と4種類の列車がやってくるので、
それぞれのドアの数に対応したホームドアを作る必要があるんですね。そうすると異常に開口部の広いホームドアを設置しなければならないということで、じゃあ左右じゃなくて上下方向に動かせばいいねというわけで、このような JR 西日本を見習った上下するタイプのこのロープ式ホーム柵が採用されているというわけです。8時28分、列車は定刻で成田空港のホームを離れます。この先、空港第2ビル、成田、四水、桜、物井、四街道、須賀、東千葉、終点千葉の順に停まります。続けて列車は空港第2ビルを出発します。成田空港には3つのターミナルがあって、第1ターミナルの最寄りが先ほど出発した成田空港駅、第2、第3ターミナルの最寄り駅がこの空港第2ビルになっています。利用する航空会社によって使うターミナルが異なりますので、成田エクスプレスとか、それから総武線の快速電車では、ご利用の航空会社によって使うターミナルが違いますからご注意ください、みたいな注意喚起の放送も流れています。成田空港の周辺は今も昔もかなりの農業地帯でして、まあ、今でもこんな感じでね、すごい田舎って感じがするんですけれど、成田空港が開業した当時は三輪塚闘争とか言ってね、空港反対派のものすごい妨害行為があって、例えばスカイライナーに放火したりだとか、それから管制塔を破壊したりとか、いろいろそういう妨害工作がたくさん起きていたんだそうです。その関係で現在でも成田空港のセキュリティというのはかなり厳重になっています。さて、ここで列車は一時停止をします。通常この成田空港周辺の線路は JR 京成ともに単線なんですが、ここだけ複線です。今ちょうど離陸したみたいですけどね、あのボーイング747は日本貨物輸送の飛行機です。日本貨物輸送は、まあ、JR 貨物みたいな感じで、日本で唯一貨物輸送のみを取り扱っている航空会社です。久々に飛行機なんて見ましたよね。しかもこんな至近距離で。さあ、この直線のところで止まっていた理由はこれです。反対側からやってきた東京方面からの快速成田空港行きを先に通すためです。この辺りは単線になっているので、列車の行き違いのために、このように一部の列車はここで停車をするんですね。そして止まっている間に今度は京成の電車に追い抜かれます。あれはアクセス特急の羽田空港行き、成田空港と、それから羽田空港を直結する非常に便利な列車です。JR だけではなく、京成も単線でこの辺りは運転されているので、列車の行き違いのために、このように、先ほどこの列車を追い抜いたアクセス特急が信号上で信号待ちをしています。これは対向のスカイライナーを待ってるのかな?成田エクスプレスは日中の時間帯本当に運転がありませんが、スカイライナーの方は日中でも40分間隔、本数を半分に減らして運転されています。そしてちょうど、あ、これか。まあ、スカイライナーかと思ったんですけど、これだったんですね。アクセス特急がアクセス特急の待ち合わせをしていたみたいです。この辺りはこんな感じで非常にもう、ザ農業地帯みたいな感じで、全然人は住んでいないように感じます。まあもしかしたら住んでるのかもしれませんけど、でもまあそんなに人数は多くないでしょう。向こうの方、ちょっと見えますかね。で今建物で隠れちゃってるんですけど、成田山新勝寺の三重塔が見えます。これが見えると京成と JR の並走区間は終わり、京成から JR が離れるようにしてこの並走区間が終わっていきます。このまま京成はまっすぐ進んで、成田湯川とか印旛日本医大、京成上野方面に進み、 JR はここから左に大きくカーブして成田駅の方面に進んでいきます。さっき京成と別れたばっかりですが、今度は銚子方面から来た成田線と合流します。こうやってみると本当に、ここもともと新幹線が通る予定だったんですけど、そこに現在では京成の線路が敷かれてるんですね。ですから本当に京成の線路が新幹線に見えてなりません。ここで銚子方面からやってきた成田線と合流して、ここに何ていう名前かは分かりませんけど、信号場があるんですね。でこの信号場から先、成田線は、この成田線は一応桜が始発ということになっていて、その桜まではこのままずっと複線での運転が続きます。さあ、そして成田山新勝寺の最寄り駅成田に到着。この成田から結構な数のお客さんが乗ってきました。ちなみに成田エクスプレスはこの向こう側のホームに停まるんですけれど、この普通列車はこちら側のホームに停まるみたいですね。成田空港からやってきた快速とか特急はみんなあっち側の1番線に停まるんですけれど、この各駅停車は隣2番線の到着です。成田駅が賑わうのは平日の朝夕の通勤通学時間帯と、それから正月の初詣シーズンのみで、それ以外は結構広い敷地を持っているんですが、それらを閑散としています。列車は成田を出発、ここから先は複線での運転が始まります。8両もつないだこの各駅停車千葉駅ですが、それなりに千葉に近づくにつれて混んできました。四つ街道に到着。四つ街道は割と千葉のベッドタウン的な存在として使われておりまして、通勤通学の需要が大きいところ、朝夕には成田エクスプレスもこの四つ街道に停車する便があります。千葉都市モノレールとの乗り換え機、須賀を出発。須賀から先は列車は千葉市内を走ります。
この津川は結構需要の大きい駅で、快速電車も止まるような駅。ただ、成田エクスプレスとは特急列車の停車はありません。しかし、腐っても千葉市内ですから、駅前は結構都会です。なんか、クラブとか、それからなんか、中華料理屋みたいなのもありますし、学習塾もたくさんあります。教育プラザっていうのは何ですかね。あとは、なんか、慶応学院。これは学習塾ですかね。最後の途中停車駅、東千葉に着きます。これ東千葉は快速電車の通過駅になっているので、ホームは8両分しか用意されていません。なので、快速、特急ともに成田空港を発着する列車は東千葉に止まらないんですが、1日に3往復だけ成田空港を発着する各駅停車がこの東千葉に止まることになります。さあ、そして、もういよいよね、県庁所在地の駅ですから、さすがに大きい列車は終点の千葉に到着です。千葉駅は皆さんご存知、千葉県の代表駅ですから、ホームの数も多く、JR だけで5面10線あります。また、千葉都市モノレールと京成も合わせるとその数はさらに増えます。ただ、この千葉駅は県庁所在地の駅とは言っても、成田空港へのアクセス特急、成田エクスプレスは、ほとんどの列車がここを通過します。朝の上りと夜の下りは、その千葉駅に通勤需要を拾うために停車するんですけどね。千葉駅に着いた列車は折り返し、回送列車としておそらくは幕張にある車庫の方に移動するんじゃないかなと思います。というわけで今回は1日3回成田空港に顔を出す200休憩の各駅停車に乗ってきました。時刻表で簡単にこの200休憩の成田空港乗り入れの時間はわかりますんで、皆さんもぜひ成田空港に行く際はこの200休憩の各駅停車乗ってみてください。グリーン車を連結しない列車が成田空港の JR のホームに入ってくるっていうのは本当にね、まあまあ貴重ですからね。皆さんもぜひ時間を合わせて乗ってみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。